丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。はい、じゃあやっていきますか。じゃあお好きな耳を上にして横向きでお願いします。はい。メガネだけもらっちゃいますか？はい、ありがとうございます。お目元にタオルはかけますか？いつもはかけるんですけど、はい、じゃあかけますね。はい、お願いします。つけますね。はい。眩しくないですか？大丈夫です。ありがとうございます。じゃあまずお耳から拭いてきますね。はい。よいしょ。じゃあ耳かきを始めてきますね。はい。ですか、空耳は前にも来たことがあるんでしたっけ？はい、一回来たことある、うん、はい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 、多分2、3ヶ月前。ああ、そうなんですね。はい、どうでしたその時は？はい、いい感じ。うんうんうん今日もありがとうございます。はい、このところだけ探しづらいなんですけど。あ、そうなんですか？はい、あれですよね、ちょっと分かりづらい場所にあるからはい、確かにね。え、ちょっと浜松駅から10分ぐらい歩いてですね。はい、今日は歩いてきました？そうです。うん、雨大丈夫でした？はい濡れなかった。あの雨は、多分、うん、午後から小雨になったんですけど。なるほどなるほど。はい、ならよかったならよかった。私が空耳に来た時は結構雨ひどくて。そう。あ、そうなんです。そうそう、朝は結構雨ひどかったです。はい、確かにね。けど小雨になってたならよかった。ズブルに、ね、なると寒いからあ、はい、耳かきがお好きなんですか？はい、好きですいえ、大丈夫。大丈夫？耳かき長めとかの方がいいですか？今日どんな感じにしますか？あ、普通に、うんうん、普通で。あ、わかりました。はい、じゃあ刺していきますね。はい、私多分定期的に耳かきをしに行くんです。あ、そうなんですね。はい、結構じゃあいろんなところに行かれてる感じですか？はい、そうです、うん、前回はあの大阪の店に、はい、行ってきました。すごい。はい、大阪全国各地ですねそうかもしれない。めちゃめちゃ好きじゃん。多分耳かきの店は少ないですけど、全国はあの、東京とか大阪とかここに集中してるそうですね、確かにな感じで。はいはいはい、私ここで働く前に名古屋の大須の耳かき店でも働いてたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。なるほどだからその店に、はいはい、評判が結構評判されてる店みたいなんです。あ、そうですね、はい、そうですそうです、知ってくれてて嬉しい、びっくりあ、はい、そう、そこでも働いてて、でこっちに来たので、耳かき歴だけだったらすごい長くなっちゃいましたねあ、いいねこの前の
か見てるとあの類の鳥時三人組の動画を見てると、あの多分何年前の話ですか？3年前、4年前ぐらい。あ、はい、そうです。そうです、そうです。で、その前にもやってたから、もう6年とか、はい、もうちょっと長いかな。はい、確かに。ね、長くなっちゃいました。そうです。ね、すごい。いろんな動画見てくれてて嬉しいです。あ、はい。前回はさきちゃんに耳かきしてもらったんでしたっけ？そうです。そう、さきちゃんも同期なので。あ、はい。痛かったりは大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。こう取れますね。あ、そうですか。これたまりやすいそうです。あ、そうなんですね。結構カサカサタイプだけど、奥に行けば行くほどちょっとしっとりも混じってきてるから、なかなかあれですね。結構かゆくなっちゃいますよね。あ、はい、そうかもしれない。うん、時々回復になる、うん、ね、そうですよね。よいしょ。じゃあちょっとブレで処理もしてきますね。はい、ちょっと大きい音します。じゃあしてきます。はい、耳がまだ冷たいですね。あ、冷たいですか。うんうん、ちょっとマッサージ、そうして血行を良くしてきますね。はい、力加減大丈夫ですか？大丈夫です。耳かきにハマった理由とかってあるんですか？ハマったり、好きになったきっかけ というではな、ないかもしれない。あ、そうなんですね。はい、好きなんです。そっかそっか。結構最近、ASMR とか YouTube 見てここに来てくれる人が増えてきて。あ、そうなんですか。うん、あ、私も ASMR 好きなんです。なるほど、なるほど。じゃあ結構見ます。うん、はい、うんうん、あ、そうです。そういえばこ、うん、空耳のチャンネルのこの前の、はい、うん、動画は、はい、ルイさん、あの ASMR のような、はいはい、音だけ出してるのような動画が
あの、そうです。あ、そうですね、あります、あります。はい、ASMR みたいに撮ってみたのがあるので。はい、もしまだ音フェチですか。あ、私ですか。はい、うん、結構好きです。いいね。音も好きだし、耳かきするのもすごい好きで。ああ、そうなんです。うん、じゃあ同じですね。はい、意外と。うんうん、あ、はい、ちょっとマッサージしただけですごいお耳があったかくなってきました。あ、はい、多分耳は、はい、あの手とか、うんうん、あ、足とか、うん、お腹とかと比べて、うんうんうん、温度が低い。そうですね、うん、ですね、はい、ね、すごい先端の方はすぐね、うん、冷えてしまうから。はい、今日もだいぶポカポカに。はい、いい感じで、ね、リンパの方もゴリゴリしてきますね。ああ、そうなんです、うん、はい、ここリンパなのか。そうそうそう。ああ、はい、痛くないですか。大丈夫、大丈夫です。全然楽な体勢で大丈夫なので。はい、なかなか膝枕で耳かきしてもらうこともないですよね。はい、確かに珍しいです ね。そうですよね。軽くおしぼりでちょっと拭き取らせていただきますね。はい、お願いします。はい、じゃあ反対向きでお願いします。はい、じゃあ耳かきしてきますね。はい、ちなみに、はい、みーちゃん、うんうん、キツネ好きですか。キツネ好きですよ。これ、うん、このキツネのリングを聞いてるから、はい、かわいい。ありがとうございます、はい、なんかすごいキツネ日本独自っていうか日本っぽい。はい、確かにね、かわいいですよね。愛知に豊川稲荷っていう狐がたくさん、はい、あ、銅像なんですけど、狐がたくさんいる神社があります。あ、豊川、そうそうそう、豊川稲荷って言って、ここから1時間ちょっとぐらいかな。あ、なるほど。うんうんうん、すごい、たくさん行ってみたいです。そう、キツネすごいたくさんいるから。あ、生き生きのキツネですか。あ、生きてない。
なんていうのかな。あ、すごい。うん。なんていうの。私、あんまり木のキツネは見てないんですけど。あ、そっかそっか。はい。来てるキツネだと動物園とか北海道まで行かないと見れないですもんね、なかなか。はい。動物は好きですか？はい、好き。ね、猫とか犬とか。好き？はい。私も動物めちゃめちゃ好きで。あ、そうなんです。え、何の動物好きですか？犬と、あと何が好きなのか。レッサーパンダ。レッサーパンダ、はい。あとタヌキも好き。あ、はい。犬は、そうそう、柴犬がめちゃめちゃ好きで。柴犬わかりますか？柴犬、はい、柴犬。あ、柴犬、はい。そうそうそう、柴犬、はい、うん、かわいいね。すごい。お家で柴犬飼ってたんですよ、昔。あ、そうなんですか。うん。もう、ちょっと年になって死んじゃったんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くて。悲しい。ねえ、そう、悲しい。あ、なんで、うんうんうん、死んじゃったんですか？あ、もうね、15歳まで生きたんで、もう本当に寿命かな。まあ長生きの方ではあったんですけど。あ、そうかもしれない。じゃあめちゃめちゃ悲しかったですけどね。はい、だからめちゃめちゃ柴犬は大好きで。可愛いですよね。あ、そうなんです、うん、私飼れないですけど、うんうんうん、好きですね。ほんと可愛いから。動物園とか行ったりしますか？なかなか行かないですか？はい、なかなか行かない。そうですよね、はい、たまに行きます、うんうん、あー、本当に。はい。日本の動物園どこか行ったことありますか？上野動物園とか。あ、うんうんうん。あとは、はい、あとは水族館とか行ったことある。水族館もいいね。その他はあんまり行かない、うん、うんうんうん。上野動物園はパンダですね。はい。行ったことありますか？ありますあります。あ、そうなんだ、うん、え、ちゃんとパンダ見ました？はい。よかった。水族館もいいですよね。はい。今の時期だったら水族館の方が涼しいから。はい、確かに。だいぶお耳が綺麗になってきましたね。あ、ありがとう。結構自分でもお掃除はしますか？あ、いえ。うんうんうん。あ、昔は自分で、よく掃除します。あ、なるほどなるほど。今は、うん、全部耳かき屋さんに。あ、素晴らしい。はい、お任せし。最悪とか。はい。じゃあまたここにも来ないとだね。はい。確かに自分じゃね見れないから、私たちはね人の耳だからこうやって見ながら耳かきできるけど、
はい、ね、全然違いますもんね。そうですね。あ、ちなみにヒタの耳の奥に見てると、あの、うん、汚い感じとか気持ち悪いとか感じでいたしますか？なんだろう、結構汚れてる人の、耳垢がバッチリ取れるとすごい気分が逆にいいですね。すっきりします。あ、そうなんだ、うん、はい、確かに。やってよかったってなります。そうそう、うん、達成感がありますね。あ、はい、確かに、うんうん、だからそこまでめちゃめちゃ汚いって思うことは少ないかも。ワクワクしちゃいます。はい。すごい、私よりいろんな耳かき店に行ってるから、いろんなところの耳かきを受けてるんですもんね。羨ましい。あ、私。うん、あ、はい、そうです。ねえ、すごいな。大阪、東京、はい、浜松、松、うんうんうん。ルイちゃんは自分で耳かき、うんうん、人に されてることはありますか？うん、あ、見るかぎ専門店に、うんうんうん、それがまだなくて。あ、そうなんです。そう、だからここの空耳の YouTube を撮るときに、あ、はい、他の子にやってもらうことがあるんで。あ、他の子に。そうそうそう、すごい、めちゃめちゃ嬉しいです。はい。お互いにし合う動画とか撮るときは、お互い、そうそうそう、耳かきして、私がされたらその子が次に、耳かきする側になるとか。なるほど。そうそうそう。その、うん、その女の子、うんうん、女の子も、うん、耳かきしですか？そうそうそう、そうです、そうです。また産毛処理ちょっとしますね。はい。くすぐったくないですか？あ、少しだけ、うんうん、あ、少しくすぐったよ。 でも大丈夫。よいしょ。じゃあ、お耳のマッサージしてきますね。はい。今日メイドさんのコスプレですけど、はい、メイド服好きなんですか？はい、そうです。かわいいですもんね。はい、ルイちゃんも何のコスプレ服好きですか？なんだろう、迷うけど、
私もメイドさん好きだし、はい、あと、はい、セーラー服とか学生服のコスプレも結構入ることが多いかもしれないですね。人気かも。はい、それでもいいと思う、うん、あと私服のコスプレをしてほしい、はい、私の私服が見たいって方もそうそうたまにいます。ああそうなんだ。そうそうそう、 どういう私服ですか？どういう私服？はい、見たいです。私も見たいです。見たい？じゃあ今度来た時だね。はい、わかった。私は私服はワンピースとかが多いかな。可愛い系が好きかもしれない。はい、似合うと思う。あ、本当？はい、ありがとうございます。え、どんな服が好きですか？女の子。はい、うん、さっきが言ってた服、うんうん、多分全部好き。全部好き？はい。嬉しい。はい。そっかそっか。じゃ可愛い系の方が好きなのかな。はい。よいしょ。ゴリゴリしてますね。はい。ね。よいしょ。けど空耳はどうやって見つけたんですか？あ、この前多分 CM とか、SNS とか、あ、なるほどなるほど、出てるんです。確かに。はい。あの関連性がある。最初はあの東京の耳かき店を観察すると、はいはい、あの空耳が。出てるんです。あ、そうなんですか。はい、初めて知りました、びっくり。はい、なるほどなるほど。いや、なかなか浜松なんて日本でもそんなに有名じゃないから、よく見つけてくれたなと思って。はい、ねえ、そうですね、他のチャンネルにも乗っけてるらしいです。あ、そうなんですね。はい、なるほどです。ルイちゃんは最初は、うん、なんでここに働いてる、私はどうやって観察して、はいはい、もともとさっき言ってたように耳かきて名古屋でやってたんで、はい、と地元は静岡なんですよ私。あ、なるほど。そうで、静岡地元に戻ってきてからも耳かき店続けたいなって思って、はい、検索したら静岡県で唯一浜松に、はい、そう、ここ空耳があるってことを知ったので、めちゃめちゃラッキーだと思って。そうそうそう。すっごい嬉しかったんですよ。はい、なので延々と耳かき店ずっとやってますね。いいね。そう、だから名古屋の時代のお客さんも会いに来てくれたりも。そうそう、あ、すごい。そう、だからこんな遠いのに、そう、めちゃめちゃ励みになって、はい、嬉しいですね。けど今日も遠くから来てくれたんですよね、きっと。はい。ありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ。あ、本当に。はい。ありがとう、わざわざやってくれるって思った。わあ、ここら辺ゴリゴリですね。はい。
ぶお耳の血行も良くなってきて。あ、お耳の何？血行、あとね、あったかくなってきた。血流っていうのが良くなってます。あ、そう、そうそう、いいね。うん、このリンパをマッサージすると。そうです、そうです。あ、すっごいね、ほかほかにあったかくなってます。はい、あ、確かに このところはこの前のマッサージは あまりしてないから。なるほど、なるほど。お耳にはいろんなツボがあるんで。はい、マッサージ、そうそう、これ知ってます。さすがですね。あ、はい、また軽く拭き取っていきますね。はい、じゃあ次は頭のマッサージに移るんで、ゆっくり仰向けでお願いします。はい、ありがとうございます。もうちょっとだけ下に行っていただけますか。はい、あ、そうです、ありがとうございます。じゃあ乗せてきますね。はい、痛くないですか。はい、全然大丈夫です。あ、全然大丈夫。はい、はい、もうお昼ご飯食べましたか。いえ、まだです。うん、この後。あ、なるほど、なるほど。はい、お腹空いてないんですか。ちょっとだけ。ちょっと空いてる。ルイちゃんは。めっちゃ空いてます。あ、そうですか。この後。そう、食べようかなって思ってて。はい、もしお腹の音が聞こえたらどうしようって思ってます。あ、大丈夫。今まで聞こえない。よかったよかった。はい、もうどこで食べるかとか決めてますか。うん、まだ決めてない。うん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 、あ、そういえば前回は、うん、あのさきちゃんにおすすめてくれた、はい、うんうん、ハンバーグ、有名なハンバーグに行ってきました。爽やかですか。はい、そうです。すごい、どうでした、はい、うんうん、はい、味はいいけど、うんうん、はい、あの行列はめっちゃ並んでる。確かに、はい、2時間ほど待ちます。大変だ。はい、私も爽やかすごい好きなんですけど、はい、あんまりにも混んでる時は私もやめちゃいますね、なかなか。はい、かじこい。え、すごい。そう、静岡だと爽やかすごい有名なんですよ。はい、確かにね。あと静岡の有名なもの、うなぎとか。はい、それも食べたことある。あ、ある。ん、どうでした。はい、おいしいです。あ、よかったよかった。あと静岡、あ、
浜松餃子も有名ですね。あ、それはまだ、うんうんうん、食べてないね、うんうんうん、いろんな B 級グルメがあるんで、はい。リラックスできてきましたかね。はい、そうです。結構リラックスできる。喋り声すら聞こえないっていう。はい、いい、はい、いい日付なんです、うん、ちょうど良かったですよね。はい、ゆっくりとできて、じゃあちょっとデコルテのマッサージさせていただきますね、はい、はい。痛くないですか？大丈夫です。私はこれやられてる時すごい痛くて。あ、そうですか。そう。私は割と苦手でした。多分力入れすぎなんです。あ、そうかもしれない。はい。よかったよかった。ちょうどいいなら、痛くないなら全然よかった。はい、ルイちゃんの力加減、うん、いいと思う。ああ、嬉しい。ありがとうございます次は肩のマッサージに移るんで、はい、ゆっくり起き上がっていただけますか？はい、ありがとうございます、はい、じゃあそのまんまで大丈夫です、はい、結構凝ってますね、はい、そうです。全然楽な体勢で大丈夫なので、まずほぐしてきますね。時々行きます。マッサージと耳かきだったらどっちが好きなんですか？多分違うジャンルと思う。確かに確かに。
そうですね、両方とも好き、はい、欲張りですね。そうか、負けじゃない。けど私も同じだから気持ちが分かります。欲張りですね。うん、欲張り、はい。そうですか、うん、はい。そもそも右肩がもうと左肩の位置がちょっとずれてるんで、そう、どっちの方が高い、こっちが高い。ちょやりすぎかも。けどね、なかなか癖があると結構ずれちゃうんですよ。はい、そうかもしれない、全然気づかないね、そうですよね。わかんないと思います。はい。力加減大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。もっと強くても大丈夫。あ、大丈夫？はい、多分凝ってるから。そうですね、はい。揉み返しがないようにちょっと頑張ってほぐしてきますね。はい、ありがとう。こんだけ凝ってると揉み返しもあると多分きついと思うから、旅行とかはするんですか？うん、たまにするんです。こういう海にしてきた時に、はい、ついでに旅行してる感じ。ルイちゃんは？私も旅行は好きなんですけど、はい、最近全然行けてなくて、はい、静岡だとどこに行きました？静岡、多分ここ、はいはいはい、前回は、うんうん、前回はある古いの町に行きました。うなぎの、はい、飲食店、はいはいはい、たくさんあります。すごいな、はい、私もうなぎ大好きだから。あ、そうですか。うん、気になります。この近くだったら浜名湖、はい、が有名で、弁天島ってところがあるんですけど、赤い、そうそう、
高級店ですか。え、あ、なんかね、弁天島っていうのは地名なんて言うんだろう。弁天島、そう、弁天島っていう観光地みたいなところがあって。なるほど。そう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 、そこら辺の近くにはすごいお店屋さんたくさんあります。はい、わかりました。大阪行った時はどこ観光したんですか？観光は、前回は台湾の、はいはいはい、観光スポットに行きました。ほうほうほう、なるほどなるほど。心斎橋とか、あ、ウメダとか有名ですもんね。はい、大阪もいろんな食べ物もあるし、はい、すごいわちゃわちゃしてて楽しいですよね。はい、確かに。ありがとうございます。じゃあもう一回。ちょっとあったかさがなくなっちゃったけど。はい。よいしょ。ありがとうございます。じゃあオイル使ってちょっと。はい。前に行った耳かき店でもハンドマッサージはありました。はい、あります。倒れてる体勢でハンドマッサージして、う、ね、はい、こういう感じ、こういう感じ、はい、なるほどなるほど。空耳は対面なんですよ。あ、はい、だから唯一お客さんと目が合う時ですね。すごい、なんかハンドマッサージは私も緊張しちゃうし、なかなか、うん。なんでですか？え、だって目の前でこうやって喋ってるのなかなかないじゃないですか。ありますか？お見知りですか？そうそう、私もお見知り。そうそう、お見知り。うんうん。
初対面の時にこうやってなかなか直接目を見て喋ることって少ないかなって思って。あ、はい確かにあんまないですよね。お人見知り、人見知り、知らない、この単語正しいのか。お見知り、わかんないな。人見知り、初対面の人に苦手の意味。人見知り、人見知り、はい、人見知りで緊張しちゃう。そうそう、うんうんうん、人見知りですね。はい、私も全然そんな風に見えない。あ、私、うんうん、はい、人によって。あ、人によって、はい、なるほどなるほど。え、私にはどうでした？はい、ルイちゃんと会話してると緊張感、うんうんなさそう。あ、本当ですか。はい、はないですか？大丈夫です。ありがとうございます。ちょっとゴリゴリしていきますね。はい、例えばメール変わったそうです。あ、そうです、ね、前回の動画と。あ、すごい、ちゃんと見てくれてます。ありがとうございます。はい、そう、前回は緑だったのが今回は黄色ですね。あ、これ黄色です。そう、黄色。これ自分でやったんですよ。すごい。けどちゃんと前回の時の動画で色見てくれてた感じ。はい、ありがとうございます。すごい、ちゃんとそこまで見てくれてるなんて、はい、嬉しい。そう、ネイルしてると自分のテンションがすごい上がるんで。いいですね。うん、マッサージしてる時も結構ネイル手元見るじゃないですか。はい、前回さきちゃんにやってもらった時はハンドはありました？なかった？ハンドはあります。あ、あったのか。味は結構人気です。あ、そうですか。うん、はい、確かに ある視聴者もコメント欄に、コメントして、ハンドマッサージを知ってリクエストがある、はいはいはい、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱり要望があるぐらいだから人気なんですね、はい。でも私も好き、うん、あ、好き、このマッサージ、うん、オイル吹かしてもらいますね。
次こっちの手ももらいますね、はい、すごい手が大きいですね。はい、確かに 手も足も大きい。あ、足も、はい、足どのぐらいなんですか、サイズ。に日本のサイズって言うと29ぐらい。大きい。はい、え、びっくり。私が 22.5 なんで。あ、そうなんですか、はい、めちゃめちゃ違いますね。え、身長はおいくつなんですか。184くらい。すっごい、それは大きいですね。はい。大きいとは。背が高くて羨ましいです。あ、そうですか。うんうん。ルイちゃんは普段は何のスポーツしてますか。全然してなくて、私もお散歩は好きなんで、はい、散歩歩くとか ね、はい、いいね。ポケモン GO って知ってますか。ポケモン GO っていうアプリで。あ、ゲームですか。そうそうそう、はい、知ってます。そう、それがあって、歩くと、歩いてポケモンを見つけてっていうのなんで、そのために歩いてます。あ、そうですか。そうそう、いいですね。意外と楽しいですよ、歩くの。はい。今日もあっという間でしたね。いろいろおしゃべりしてたら。びっくり。じゃあまた軽く拭き取らせていただきますね。ベタつきはもうほぼほぼちょっとしっとりぐらいで大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。よいしょ、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、すごい、さっきびっくりしちゃったから。あ、そうです。ごめんなさい。楽しい。はい、もう一回やります？大丈夫ですか？驚いちゃったけど。